さあカードはウルフ対メタナイト。ステージは村と町。さっきは出てこなかったステージかな。さあまず火力取ったのは勝利ウルフ。いや違う、10万らしい。やばい、どんどん噂に起きるがついていく。さあダウン取ったが、これしっかり外受け身で下スマッシュ避けてる。さあグエグエ、これは内側に飛ぶが回避、先には崖があった。ガード解除に横スマッシュ刺さって撃墜。さあタダンジャンプとマントを生かしてウルフの追撃を避けつつ台に降りてくる。下スマガードが漏れて、さあしっかり降りてくる。さあこれはリフレクター、暴れの選択肢。さあ飽き上がり通す。さあジャンプを救えぬからジャックがつながって崖外クシャ復帰阻止は回ってるぞ。これはしかしまだ届く。さあもうガードが心もとないためタダンジャンプでシールドを回復しつつ降りてくる。石田さん勝て、喋んないですか。いや2分ぐらい 134% やったんですね。さあダッシュ、勝て。そう、実際先に展開取ったのは勝利さんなんですけど、ずっと拒否してるんですよ。拒否がうまい。まあまあこれはほぼ寿命みたいなもん、致し方なし。ウルフに基礎していく宿命ですね。154で食らって美味しいまである。70とかよくあって死ぬのは、なんなら村町だから60、50で死にますよ多分。行ってしまう。あーこれは伸びるぞ。31.8。さあ熊へ空中しろ。台利用しての空母怖いが、カス当ての方が後ろだったかも。あー吹っ飛ばしてくんです。カス当て空母から横火で、なあなるほど。シャトルが当たってる。届くんだあの位置、しかもしっかり2段当たった。いやマジで今日シャトル調子いいね。シャトル抜けへんの素晴らしい。今日本当に素晴らしいっす。なんか6回ぐらい打って全部当たってます。引っ越したら逃げちゃうわ。引っ越す前は抜けてたけど、そういえば2人とも引っ越したタイプです。この2人うん、どんぐらいだ。でした、うん、でした。さあダッシュへ通してそう取ったらもういいやってなって、そっか3回死んだ。さあじりじり詰めてくるが、なんとかよくかいくぐりつつ空中後ろ、空中後ろ空中後ろ空後の多分根元っすね。根元でもメタナイトは軽いために撃墜してしまう。さあただもう 95% 熊へ、しかしこれは高い。40あの位置で熊へ出てこんな軽くなるのすごいな。オケミ取れてる。おお判定が合ってる、すげえ。あれヘナチョコなのに。まあメタナイトのシャトルも裏側はシャトルもヘナチョコだった。あよかった3段つながった。おお上スマが空上に負けている。曖昧したかな。でもあえ投げイエース上スマッシュ、え撃墜すげえ。さあまず1本取ったのは勝利ウルフ。序盤は危うい展開だったが一気に流れ取って逆転。
さあ2本目、キャラは変わらず。ステージも村と町と。ラッシュ A、上スマッシュ。しかしクーエヌで降りてくる。さあ下キョからダウン取ってクエクエ、これはクーエヌが暴れが通る。さあしかしクエクエ空中白は当たらず。さあダウンにクマ当てて復帰阻止行きたかったが、まだ届かない位置でウェビー使って早めに帰ってくる。さあ空タイプはウェビーのクエヌが非常に優秀。クマイからさあ空中白、これはカス当たり。さあ空後からのジャンプをさせない状態にしてからのつかみ。さあ先ほどからさあ毎回ヒスルが空中後ろが置いてあって、さあ空 N、 これはなんとかシャトル使って下から帰ってくる。さあ横呼吸をさすがに撃墜、撃墜拒否が光りましたが、最後はラインがなくなった状態で詰め切られた。さあ作業ダウンダッシュへ通すが何も入らない。シャトルはしっかりガードしきって、ただ台の降りるかの2択、安く済ませる。さあダウン展開しっかり受け身取ってますね。あークゴスポ抜ける。さあクマイクマイ、これは台の受け身は弱で刈り取って、さあ掴んで前に投げてマントで直接崖下り拒否。さあダッシュですり抜ける。なんとか一発当てて撃墜が欲しいが、クーゴまだ撃墜しない。さあ竜巻の月には弱でしっかり切り返し、クーゴはあれは根元かな、根元というか中間か。さあ横スマッシュ当て切って上に撃墜。さあしかし負けじとシャトル通して1速奪い返す。ここからどう試合を組み立てていくか、クマイクマイジャストシールド空中シールド1段から上スマッシュ反撃。さあダッシュへ通して外に出したかったが回避が間に合うと。さあリエク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 エ、これは回避が空中へちょっと届かず。さあ横強空中白からは登ったところにジャスト空中 N が置いてあって、さあ空下振りつつなんとか降りてくるが、でダッシュへきつい。さあリセット、敗者側に叩き落とす。サッカーボール、確かにメタナイト丸いっすからね。サッカーしようぜお前ボールなっていう、あんなそんな感じに見えなくもない。さあお互いここまで来たらメインを信じる。ウルフ対メタナイト、ステージは3度目も村と町。
さっきはポケスタ多めだったように感じたんですが、今回は村町が多いですね、非常に。さあ、下京は掴んで、掴みからのダッシュ。さあ、なんとか降りてきて、さあ、負けじとこちらもジャスカからの下京ダッシュ。さあ、こちらも空母で降りてくるの分かってる。さあ、序盤に 95% リードを取ってるのは勝利ウルフだが、すかしつかみから空中前にやっていくが、これはジャンプで避けていると。さあ、弱投して、これは横スマッシュは惜しくも当たらず。さあ、ジャンプ読んで空中後ろは置いてあったが、ちょっと間に合わず上から食えぬ。さあ、横スマッシュ手を出したところに空目通るが、これは逆に空中後ろ通されて、リーチしてるのは勝利ウルフ。さあ、空目暴れ、回避を見切ってる。しっかり見ていて横スマッシュ貯めていった。さあ、ダッシュで駆け抜けるメタナイトをしかししっかりガードして、クエヌから回避を、下回避を読んでの下スマッシュだが、しっかり外回避、これは台があってクエヌつながる。さあ、竜巻でそのバーガリを刈り取る。崖展開はウルフはしっかり空中移動を生かして内側に逃げると、空前から空母は繋がれず、すかしつかみ完璧、外に出して、しかし回避で崖に捕まってくると。さあ、クエの暴れ、ダウン展開、しっかり受け身取って下様避けてるが、これはこんなんガードするやん普通。さあ、クエヌとつかみが相打ちして、クエヌが勝っていると。上京渋い、しかしからの上京ガーキャン行動してくると1点読み。さあ、基礎展開難なく逃げて逆に掴んでいる。さあ、ジャンプに空母刺さって、これは復帰阻止したかったが、今度は下から帰る選択肢、本当に復帰阻止に引っかからない。あ、しかし今度は上りクエヌ逃がさない。シールドキャンセルウィスマッシュで反撃切って撃退返す。さあ、 60% のビハインドどう切り返す。ウルフ側は空対空戦、最後に大ダウンしたところを空中後ろで仕留めて勝利ウルフ、優勝に王手をかける。いやー、本当に受け身展開うますぎるんだよな。さあ、最後となるか、それともこのまま続行なるか。ステージはここに来てスマムラが選択される。さあ、リエ通して、これは復帰阻止あるんじゃないの、決まっていく、一気に運んで 0% から即死。はい、ウルフ繋がった。さあ、素晴らしい展開を見せてくれましたが、ここから勝利ウルフはどう切り返す。
さあクエの檻からつかみと確定して崖外出されるが、ダダンジャンプ、おっと竜巻暴れ、後ろに引いたのを刈り取る。さあクエヌ、さあ空号、これはパス当たり、この当たりならちょっと危うパーソナルだったが、さあライン詰められて厳しいのはルシアメタナイトがダッシュでライン回復。さあ先を通してガードにしっかり掴んで外に出して空中前、これはジャンプは残してる。ウルフスラッシュ直接崖に捕まりに行くと、さあ横スマホールドの前隙に出して通して剣を出すために手を前に出したら上スマッシュの対空が待ってる。さあ熊行く前掴んでダッシュからシャトルつながるがさすがにまだ行き来しない。さあ熊へ危うい飛びだったが、さあマント切りブラスター一品を見に切っていくがちょっと届かず、さあつかみつかしたところは逆につかみで切り返し、さあ上りクエヌを先ほども見た光景逃がさない上スマッシュ。さあしかし負けじと空対空、空中後ろ撃墜し返す。ダッシュからさあ陽子強を回避上がり通してる。さあ弱には空前空前、さあ回避見てる、しっかり掴んで下強下強、ダッシュへは弱が割り込む。さあこの展開どちらが通す。さあお互い立ち回りが硬い、なかなか触れない。さあクエのヒット、しかしつかみはよけて、え空中しろ最後驚きの展開でしたが撃墜取ってグランドファイナル4本連取で勝ち残った。さあということで第40回平日のアート優勝者勝利さんです、おめでとうございます。